中新メンバーのエマとユナ。2人は12月17日に行われる初ライブへ向けて本格的なレッスンに日々励んでいた。しかし、10月1日、晴れてエビ中新メンバーとなった桜井エマと中村ユナ。そこからわずか2ヶ月半後に2人の初ステージが決まった。そのため、おはようございます。せーの。え、ちょっと難しい。加入後すぐにレッスンがスタート。レッスンは一回ひなたちゃんが来てくれました。レッスンです。え、でも全然優しかったです。ご心配さなかったね。スタッフの誘導尋問にも引っかからず笑顔で満点回答。でも、ご心配さなかったね。すでに柏木をボスと呼んでいる2人。みんな多分先輩方はもうめっちゃ大きく踊るって言ってたので、私たちも大きく踊らないと埋もれちゃうので、そこは頑張ろうかなって思います。と、しっかり目標を持ち、新メンバー2人のために組まれた特別レッスンに励む毎日。はい、では参りましょうか。よろしくお願いします。この日行われたのは歌のレッスン。指導してくれるのはエビ中の歌声を長年支えてきた恵美子先生。オーディション合宿から2人の歌声を見守っていた。言葉を出すというよりもリズムをずっと歌うつもりでやっていこう。もともとその歌声の評価が高かった2人だが、2人で覚えてるかどうか確認していこう。はい、さらに、はい。
2人がステージに立つのはおよそ2ヶ月後。そこでは20数曲に及ぶ楽曲を私立恵比寿中学のメンバーとして披露しなければならない。そしてプロのアーティストとして何よりも求められたのが母音を必ず響かせていきたい、あいうえお。そのあいうえおをあいうえおっていうのか、あいうえおっていうのかってなってくると、2人とも今のあいうえおでは幕張イベントホール6000人のところで声がスピーカーから出てきても6000人に声が聞こえないのね。からそのあいうえおをちゃんとあいうえおにしなきゃいけないし、鳴ってる声を出口として鼻の奥に当ててあげて、あいうえおをあいうえおってしてあげて、それをさらにこっちに脳天から抜かしてあげて、あいうえおってしてあげないと6000人に聞こえない声になってしまうのね。からエマはあいうえおだから声帯をくっつけてあいうえおにするようにしようね。ユナはまだあいうえおだからあいうえおってはっきりと太い声、太いっていうかもう少し声量のある声にしていこうねっていうところを12月までにやっていかなきゃいけない。そう、2人が挑む初ライブが行われる会場は6500人を誇る幕張メッセイベントホール。大勢の観客を前にただ歌が上手いだけでは通用しないプロとしてのステージが求められる。繰り返すこと50回以上。それでもうまくいかず、自然と溢れ出てくる涙をぐっとこらえ、ひたすら繰り返し。そしてユナの歌声にも弱点が。ユナの場合はどっちかっていうと響きはいいけど、それを支えるその声の下の部分が弱い。からどっちかっていうと E よりも O でやった方がいい。ほっぺの間に指入れてみて、ほーほー、はい、そういうのそういうのでいいんだよね。ほー、そのおーっていうことがここに浸透するってことを覚える。ほーほーいうのはその声出したい。ほー
こうして3時間にわたり続いたレッスン、先生は最後も厳しい言葉で締めた。常にどんな時でも12月のお披露目までは常に歌詞のこと、歌のことを考える、エビの振りのことを考えるってやらないと追いつかないから、常にメモってるものを8時間だで常に見て、で、しっかり覚えるということを作業、反復練習、反復する時間をやってください。ののかとかすっげーしょっちゅう練習してる。ぜひそれを見習ってください。はい、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。レッスン終了後、まだできてないことで課題も多いので大変だけど楽しいことも多いので頑張れます。幕張メッセの6000、7000人の前だと届かないっていうので言われたので、そこは空気が漏れないようにしたいなと思いました。あと2ヶ月、1ヶ月あるので、手を抜かずにダンスも歌もちゃんと言われたところを意識して練習していいパフォーマンスが見せられたらなって思います。次回、先輩メンバーのステージをエマとユナが初見学。